鎧が、淵子戦場跡地、全命帝の戦いは、A64 年4月15日に、三河国において、松平元康と、良義明との間で起こった戦い。今川氏から独立した、家康の三河統一事業の過程で起きた、合戦の一つである。駿河国の戦国大名、今川義元の死後、独立した松平氏の当主、松平元康が、 三河統一事業に敵対していたのが三河の名族、キラ氏だった。キラ義明は自らの居城、西尾城を家人に任せ、東城の城に入った。この城の正面になったのが、福津松平氏二代目、松平光景の居城である福津城だった。松平光景は中島城へ入り、東城の城を建成する形をとった。A64 年2月に、 家康自ら東場城,城を攻めたが、吉明はよく戦い、東場の城は落ちなかった。そして、永禄四年四月十五日、吉良吉明は一計を案じ、富永忠元に数百期を授け、堺忠高の守る城、上野城を攻めさせた。家康から指示を受けた、後継は、安忠と、着難一住を出動させ、不幸図城へ戻った。その隙をついて、 キラ義明は中島城を攻めた。後継はすぐに、ルスの一族、家臣わずか五十余家を率いて中島へ向かった。散々に敵を蹴散らした後、敗走するキラ軍を追撃した。しかし、キラ方の忠だ元は軍を介し、キラ軍を追撃する後継を、さらに追撃し、後継の退路を断った。キラ領で後継等は副兵に行く手を遮られ、キラ勢に囲まれた。 優先して、敵中を切り抜け中島へ戻ろうとしたが、後継はじめ一族の者21人、家臣等34人全員倒れ、生還する者はなかったという。この場所は後に、鎧が、淵子戦場とも呼ばれるようになった。後継が撃たれた場所は、全明亭の近く、銅塚がある。この戦いで元康は後継の他に、板倉義江など、多くの一族、 家臣を失ったものの、後に、藤波縄手の戦いで、平氏の排除に成功し、さらに、宇ドの氏など、今川方の勢力や一向一揆との争いも、勝ち抜いて、三河の統一に成功した。なお、松平光景の後は、松平一中が継いだ。伊賀氏は、長篠の戦いで活躍したものの戦死している。この戦いは、 通説では A64 年4月15日に起こったとされている。しかし、松平木では、工治2年の出来事としており、松平光継の孫である、松平家忠が書いた、家忠日記の天正6年3月4日の上に、光継の23回記の追前供養をした記事がある。工治2年説を取った場合、前継松平木に、同年4月頃、吉良義明が、 今川義元に背いて、織田信長と結んだとあるため、戦いの性格も、松平対今川から、今川対、織田という図式に変わってくる。また、松平木にある、工事年間の戦いの時の吉良氏の当主は、吉良義シではなく、兄の吉良義シであったとする説もある。小林明久彦、天文、工事年間の三河吉良氏、大石安氏編、シリーズ、 中世関東武士の研究第27巻、今川義元 ISBN978 から4、から864033251。ありがとうございます。